あ、決定だわ。もうこれだ。だって私経験ない。いやもうここに置けばいいんだもん、ここに。さあ、これでこれで終わりか。お願い。こちらの日生チームは白い球も一緒に落ちることを祈ればいいんです。落とせ落とせ。結構これ落ちる可能性ありますよ。アクシー。このためにバスの中で何を食べてたんだっけ？煮干しを食べてます。そうですね。煮干しを食べてました。はい、経験者なんだもんね。はい、一応でもそんなにやったことはない、ね、さあ、吐息が魚臭いアクシーが。これは絶対入っちゃうよ。俺が入れていいですよ。今の誰ですか？もっとジネです。お願い入れて。いいよ。さあ、それでは行きましょう。お願い、頑張れ。アクシ、はい、球打ちます。お願いします。球打ちます。よし、ジャムチャンス来ました。やはりここに回ってくるんですね。じゃあ好み今右利きでしょ。右だったらもうこうやってこういうさってやって、これ一番やりやすいとこどこにありますか？やりましょう。やりましょう。できました。やりましょう。まるでオペが始まるかのように。これはもう本当センス。ど真ん中。ど真ん中当てれば。ここに置いたらじゃあど真ん中いきます。あ、うん、これぐらいでどんどんまっすぐ進む。そのまま当てていけば。じゃあ準備よろしければメスって言っていただければメス。はい。素直に見てください、この真剣な顔ね。一生懸命勉強してきました。国家試験にも合格しました。女医としての第一歩の仕事がギルガメッシュウェーブライト。そして今ここで決めて屈辱を相手チームに。タッチもこれでまた負けてしまう。好みに負けてしまう。準備よろしければ球打ちます。お願いします。玉打ちます。よし、みんな入れてって言わないの？入れてお願い。入ったー。やっぱりさすがです。素晴らしい。いいことが続きますね。やったね、うん、これがね、うん、実力ですよ。さあ、屈辱罰ゲームに参りましょう。シルバさんから発表してください。屈辱罰ゲームとは？お前たちのちっちゃい玉をついちゃうぞ。何そこでシルバさんが後ろから行きますんで。シルバさんが…そうですよ。つくのよ。やめろ。穴に入りませんように。つるったちょっとつるった。なるほど。これがまるでモザイクのように感じられるんですね。そうですね。もうカメラさんここから見えてほら。これ入っちゃうよ。ほらこれは絶対やばいですよ。はい、行きます。罰ゲーム。アクシ。せーの。どうぞ。ああ、やだ。せーの。行くよ。いいよ。怖い。
聞こえた。今声聞こえました。あんそんなセクシーな声いらない。見えるがウェルカム。